は輸入雑貨店まで探しに行かなければ飲めないっていう、珍しい味のジュースのファンなのかって、うん、そうなのかもしれないねって、えそれでも米軍オタクなの？そうではないと思う。え、君の着てる服、米軍の払い下げのコートじゃんっていう。あ、これ俺が若い頃にルックス、ファッションのルックスだけ憧れてた。その時代背景に関してはそんなに詳しくないというか、詳しい方かもしれない。米軍払い下げの、まあ、コートだよね。うん、これな。アメリカで、あの、軍人じゃないやつが、そういうポロシャツに、まあ、こういうコート着たりとか、あと、ポロシャツ着て、ロンズデールのトレーナーとか、あのフレッド・ペリーのポロシャツとか着てるやつって、白人至上主義者の団体っていうか、まあ、そのグループが愛用する地域もあるんだな。プラウドボーイズっていうのかな、知らない。英国でこういうコートを着て、ポロシャツを着て、ロンズデールのトレーダー着るやつっていうのは、モッズとかスキンヘッドとかいう、まあモッズは最初は右翼思想はなかったし、あのモダーンズって言われてたんで、モダンな音楽とモダンなファッションが好きで、アメリカのジャズマンの格好を見よう見まねで、アメリカ黒人のジャズマンがしてる格好だから、三つ揃いのスーツで、まあそれジャズマンの格好を真似したいなと思ったらしいんだよ。まあおしゃれな音楽好きだったから、格好もおしゃれにしたかったんだろうな。イギリスのモッツ、英国のモッツって、モダーンズ、モッドの連中はね、あのしたかったんだ。最初のうちはしたかったし、80年代に似たような格好をするやつの中でツートーンスカブームっていうのがあって、俺はその世代なんだけど、ツートーンスカの時代から、あのモッドな音楽とかの入り口として入ったんだけど、まあツートーンスカっていうスカ、うん、この町ね、実は俺が住んでる町、横須賀市っていうところで、まあスカっていう音楽のジャンルが流行ってるかどうかは実はよく分かってない。スカはまあ好きなやつもいるんだろうけど、横須賀のことをスカっていうやつらもいるよないるらしいんだよ。あの実は神奈川県の横須賀市ね、横浜、神奈川県ってどこっていうと、まあ他の県の人に分かりやすく言うために、横浜って聞いたことあるでしょ。そこがある県が神奈川県っていうんだよって言うんだけど、横浜市と横須賀市はだいぶ離れてるっていうか、電車で何駅も越さなきゃいけないし、乗り換えとかも結構あるんで、まあ、乗り換えなしでも行けるのかな、わかんない。俺の町の駅から乗り換えなしで行く駅もあるけど、 JR 横浜駅に行くには、ここの横須賀市から、あの簡単に JR の横浜駅に到着するにはちょっと面倒な乗り換え作業がいるんで、まあ横須賀っていう町にお世話になってるっていうか、居候じゃないんだけど部屋を借りてる。横須賀市じゃなくても神奈川県では大抵このジュース簡単に入る。米軍基地があるかどあるからかどうかわかんないんだけど、俺がたまたま来た印象では、米軍基地がある地域には珍しい味のジュースね、黒い濁った炭酸飲料ノンアルコールで、コカ・コーラじゃない味なんだけど、これはまあドクターペッパーっていうジュースで、まあ飲んだやつもいると思うし、まあ飲んだことのないやつもいるんだろうけど、そんなジュース飲むなよってやつもいるだろうし、いや美味しいよねって、珍しい味がして好きだよねっていう人もいるだろうし、それは人それぞれなんだけど、俺これ別にあの米軍とは関係なしにこのジュースの味が好きなの。あのルートビアに関してはどんな味するんだろう、そういう背景を知ってから
沖縄では米軍基地があるけど、ドクターペッパーよりもルートビアの方が手に入りやすい。ルートビアってどんな味がするの？サロンパスみたいな味、サロンパスの炭酸飲料みたいだよっていう噂で、それちょっとチャレンジしてみる必要あるなって。いや別にないけどね、必要はないよ。チャレンジしたくなったんだ。で、あのちょっと飲んでみたらハマっちゃって、で、まあ音楽好きの間では、海外のレコードを集める人間としては、あの70年代以降の音楽に明るい人の中では、スティーリーダンっていう、ね、冷血なダンっていう、まあスティーリーっていう、まあ鉄みたいなダンって、ちょっと冷酷なダンっていうロックバンドがいるんで、ロックバンドというか、あのおしゃれな大人用のあのバンドがいて、それのエイジャっていうあのアルバムがあるんだけど、それの1曲目にブラックカウっていう曲があるのね。あの最初ブラックカウって言うと黒の牛だから、黒毛和牛みたいな牛のことかなとか、ブラックカウを飲み干してこっからおさらばだっていう歌もあって、あ、歌詞の内容で、それは牛乳を飲み干してこっからトンズラすることなのって思ったりも。最初のうちはブラックカウの歌詞の意味が分かってなかったんだけど、ルートビアっていう、これじゃない方ね、沖縄で手に入る珍しい味のする炭酸飲料のノンアルコールなんだけど、ビアとかって言ってるの、ルートビアのジュースの上にバニラアイスを乗っけたあのカクテルっていうか、それをルートビアっていうらしいっていうことまで突き止めたんだな。ルートビアをルートビアにして、あ、違う、ブラックカウにルートビアをブラックカウにして飲んだことはないんだけど、まあ甘ったるい炭酸飲料で、サロンパスみたいな甘ったるい炭酸飲料の上にさらにバニラアイスを乗っけるから甘すぎるよねっていう、ね、なんでそんな甘いもんが欲しいの、わざわざバーカウンターでそんなもん頼むの、子供用のスイーツじゃんっていう話の歌なんだけど、まあそれを飲む、その歌詞の背景には、そいつがなぜルートビアを飲んでるかっていうと、あの病院の処方薬の関係でアルコール飲料が飲めない状態だし、脳がその処方薬の影響ですごく疲労してるのね、脳の状態が。だから甘いもんも欲しいし、あのルートビアって木の根っこで作った炭酸飲料のサロンパス味っていう、まあこんなサロンパスの炭酸ジュース美味しいと思うかってやつの意見が日本人の中には多いかなっていうのが多分多数派の意見だとは思うんだけど、あのそれ飲むになんか意味があるのこいつっていう歌じゃんバーカウンターでなんでそんなもの飲んでんのお前っていうガキじゃねえんだろうっていう、ガキっていうかさ、子供があのバーで頼んでいいバーっていうか、その大人のなアルコール飲料出す店で頼んでいいっていうか、アルコール飲めないやつが頼んでいいメニューに、あのブラックカウっていうのがあるんだけど、まあそれは病院の処方薬な、特にメンタルの処方薬を飲んでるやつは脳がすげえ、メンタルの処方薬って脳を休ませるためにあるんじゃないのっていう説を普通頭に思い浮かべる。だけどメンタルの処方薬を飲むと脳の一部分が非常に疲れるから、あー、まったるいもんが美味しくなるんだよ。しかもメンタルの処方薬の影響でアルコール飲むと気分がものすごく悪くなる。それを中和っていうか解毒緩和するために、あのこういう珍しい味のな、あのスパイスがたくさん入ったドクターペッパーとか、あのルートビアっていう木の根っこで作った漢方薬みたいなサロンパサージのジュースを飲んで甘ったるいな、で気分を紛らわしてんだなっていう背景にたどり着くまで、一体それをあの理解するまで、ね、把握するまでその歌を聞いて、日本人があの子、あ、こいつメンタルの病院の処方薬でだいぶ疲れてるやつなんだなっていうことまで、あの理解できるやつっていうのは、日本人がその歌詞を聞いて、スティーリーダーのブラックカウっていう、いいんじゃこうな
俺の目の片隅の瞳の中の片隅にあのルーディっていう店があるとするじゃん。ルーディっていう名前のバーがあるとする。あのルーディっていうのはならずもんっていう意味もあるんだけど、まあルーディね、病気の悪いやつのルーディとか言うんだけど、まあならずもんのバーカウンターで、お前がものすごくハイな状態、楽しそうな状態で、お前はすげえ楽しそうだったねっていう話なんだけど、なんで楽しそうだったか、アルコールも飲んでるのになって。で、お前なんかバーで何だろうってブラックカウちゃんって、まあドクターペッパーじゃないし、あのルートビアじゃんっていう、ルートビアにバニラアイス乗っけて、なんでそれでお前なんか変な感じにテンション上がってんの。なるほど、あのメンタルの処方薬って大事だよね。俺の目にはハイな状態、調子の良さそうに思ってんだけど、実はこいつかなり参ってんだなっていうのを把握するのはアメリカ人の中でも、まあどのくらい何パーセントの人間がその歌を聴いて分かるかどうかっていうのは難しい歌なんだよね。難しいというか、まあ人によって歌って捉え方が違うんで、ブラックカを飲んでる大の大人、男か女か分かんないけど、そんなやつアルコールも入ってねえもの飲んで、なんでこいつ気が狂ってる人の気になる、そういう歌だって把握するまで、ずっとビアは飲んでる。あのブラックカを飲み干して、おめえその病院からトンズラしまいよっていう歌なのよっていう歌なんだよ。なんでおかまちゃん言葉なんだっていうのは分かんねえな。別に男とセックスしたくはないんだけどね、女の子としたいなって、女の子っていうか、まあ年頃自分と話が合う世代の女の子ね、まあ、若くてもおばちゃんでもいいけど、こいつはおばちゃん好きだからおばちゃんさえあったかったらいいんじゃねえよって言われると、あのおばちゃんの風俗嬢がたくさんいる街に行っちゃうんだろうし、こいつ珍しいジュースがありゃどこでもいいんじゃねえのって、珍しいジュースが手に入るらどこでもいい、その土地を誘致されたらそこに行っちゃうんじゃねえのって思われる感じなんだけど、もう一つ理由があって、岡山県、特に倉敷市で、あの東京のラジオ電波を買って、あの CM 放送、いわゆる企業の広告なしでその東京のラジオ電波を買って放送することが昔は可能だった。何年か前のある日パタンとできなくなった。でラジオってそんなに君重要なの？俺はテレビより重要かな。特にあの広告がないってことは、あのそのラジオの情報を手に入れるためには、あの無理やりあの企業広告を聞かされなくて済む。テレビでもあのあれだろう、あれだろうっていうか、まあ、テレビドラマ好きな俳優が出てたり、好きな脚本家が書いてるテレビドラマ、例えばのあれでね、一例に挙げてね、そのテレビドラマのファンとして、その俳優さんさえ見れればドラマの内容どうだっていいんだっていう人もいるだろうし、いやこの俳優さんじゃなくてこの脚本家のファンなんだとか、この脇役のファンなんだとか、まあ人それぞれドラマ、テレビドラマを見るにはあの理由があるとは思うんだろうけど、そのテレビドラマを見るためには国営放送の NHK 以外は、 NHK でも受信料払わなきゃ法律では許されないから、ね、実は、ね、で、あの企業広告を見るついでに、あの見る代わりにそのドラマが見れるっていう恩恵を得られるんだけど、あのいや広告の時間、あの CM が流れてる時間、トイレ行っていいだけの話だろうって思うでしょ。でも広告が絡むってことは、その広告の企業との、なんていうの、リレーションシップっていうかさ、しがらみが実はそのドラマの内容に反映されなきゃいけないじゃん。
そのドラマでその企業、広告を出してる企業に都合の悪い内容のドラマは作れない、作っちゃダメだろうっていうな。あの企業広告、企業からお金をもらってるから、俺このドクターペッパーの企業から金もらってるかって言うとそんなことはないんで、まあ特に続きはないなかったんだけど、味としてはほら面白い味だからなんか楽しいなっていうか、なんか子供からゲテモン食うよ、大人がまあさアルコールのつまみにアルコールのおやつに、なんか子供にとって信じられないっていうような味のもん、味だったりルックスのものを食ったりする場合もあるじゃんっていう、それだけの話なんだけど、ジュースが欲しいからこの横須賀市に行ってきて、で神奈川県に一個ずつに当たって、神奈川県と特につながりがあったかっていうと、気迫がつながりがあるんです、ものすごく気迫、相手にとっては迷惑だろうから相手の名前出すのどうしようか迷ってるし、どうしようかな、出すとかなりあのそんなお前なんかにつながりを主張されて、あの俺この町に呼んでもないのにお前が来るきっかけになったなんて言われたんで、ちょっと迷惑かなって思われちゃうと、俺別にこの町の環境が好きだから来たんで、俺の勝手な俺ファーストなんで、都民ファーストとか言うけど、レディーファーストとかね、女の子優先とか都民優先とか神奈川優先とか、まあ俺神奈川を優先したくて来たんじゃなくて、俺のラジオ電波の環境を優先したかった。いろんなラジオ局が、あの、プロバイドされてるから、自分で選ぶことができるんですよ。あの、倉敷市のラジオの電波環境とかで。しかも、神奈川県の中でも、逗子市っていうところにしばらくステイしてたんだけど、逗子市が電波環境めっちゃ悪いので、特にラジオ電波で。ラジオ電波の環境が悪い。横須賀市の方がラジオ電波の環境がいいんだよ。なぜかラジオの受信の環境がすごく良くて、逗子市はもうラジオの電波環境めっちゃ悪いんで、あの全然ラジオの選択肢は逗子市民に与えられてないんで、まあダジャレっていうかラジオ、英語でラジオっていうといろんな使い方がある。ラジオアクティブ、ずっと放射能のこともラジオアクティブって言うんだ。ラジオアクティブだから、レントゲンを撮影したときに放射能被曝をとりあえず微量でもするとする、それはラジオアクティブ、放射能を浴びたアクティブ情報をが、まあ、まあレントゲン技師さんにとってはものすごく、あの毎日のように毎日一日何回のように何回もという回数をレントゲン技師が使うわけだから、あのたまにしかレントゲンを浴び、レントゲンで放射能を浴びない人と比べて、レントゲン技師やっていうのは放射能被曝の可能性っていうか回数は普通の人より増える。飛行機乗っただけでも放射能を被曝するんで、あの上空を飛ぶと、原子力発電所や原子力爆弾が、あの投下されたり爆発しなかったところでも放射能被曝するチャンスって言っていいの？放射能に被曝したいかっていう、あの放射能に被曝する場面っていうのは一般の人間で、そういう機会に遭遇することは多々ある現代人。レントゲン、病院でレントゲン診査を受けただけで放射能被曝ね、確かに微量で安全とはされてるよな。年に何回かしか放射能受けないんだから、レントゲンってね、年に何回か一緒のうちで何遍受けるってレントゲン診査だから、毎日のようにレントゲン取るか、レントゲン放射能被曝しちゃうの、微量だけど、あの原子力爆弾が爆発した場所に比べて微量です。微量だし、まあレントゲン技師は
でもその一生のうちでレントゲンの放射能に被爆する回数は多いよ、一般の人に比べてある。職業病って、レントゲン撮影するときに、あの撮影しないところのところには鉛のスーツっていうか鉛のエプロンとか着るでしょ。あれは鉛が放射能を通しにくいから、だからレントゲン撮影する部屋のドアには鉛のドアだったり、鉛の部屋、鉛でコーティングされた部屋がある。鉛自体にも鉛をずっと体に触れてたり、近くにいると鉛で、鉛に被爆するというか鉛に対する人体への影響もあるんで、鉛がいつも常に近くにある環境にいるっていうのも実は健康状態には良くなかったりもするんですけど、そうと一概に言うのは、分かんない。レッドツッペリのレッド、 L で LED のレッド、レッドツッペリの鉛、あの放射能被爆を避けのツーツーの鉛、あの地方言葉じゃない、地方鉛っていうか、そのローカルな言葉で言う鉛のことじゃなくて、ローカルなイントネーションのことじゃなくて、あの金属の鉛のことね。それをあのレントゲン撮影しないところにも、体にところには体に身につけてないと全身被曝する回数が増えちゃうんで、レントゲン撮影するときは鉛のスーツっていうか鉛のエプロンとかそういうものをね身にまとって撮影した方が、被曝する回数は、被曝する率は少ない、被曝率は少なくなる。被曝ってそんなに悪いの、悪いことなの、もっと被曝しちゃえよって思う人もいるかもしれないね。健康のためならレントゲンじゃんじゃん撮った方がいいんじゃないの、あの放射能被曝 してでもあの健康治した方がいいんじゃないのとか思うかもしれないし、まあ、そこら辺の判断基準は個人によって個人差がたくさんあるし、医療関係者 の意見も個人差があると思うんで、レントゲンの撮影を職業にしてる人たちの間でも職業からの利害関係ってあるじゃん。だから本当のこと言えんのかなっていうことはあるんで、まあ話は長くなったけど、ラジオアクティブっていうのは放射能っていう意味がある。でラジオあのウェーブとして、ラジオウェーブな、ラジオ電波が放射能に関して情報を、放射能被曝に関して情報を開示するしないっていうのは、あの福島第二原発が爆発した時にいち早くじゃないんだけど、テレビでは最初のうちは報道してたよな。でもずっと報道したのはラジオ電波が、主に報道することがみんなの受信環境によっては、ラジオ電波の報道によって、あの放射能のそういう情報を得やすい時期があった。君は、あのエシカルなビジネスや、あのジェンダーの問題だけラジオで聞けたらよかったんじゃなかったのっていうと、最初の理由としては、放射能情報を、しかも自分の聞きたいタイプの音楽がよく流れるラジオ局で放射能情報に関して詳しく報告があったんで、あのラジオとラジオウェーブとラジオアクティブで意味がだいぶ違うかもしれないし、似てるかもしれないんだけど、まあラジオ放送で放射能情報に関してのあの開示っていうか、まあ放射能情報について報道することが多かったんだな。テレビではしなかったよ。しなかったっていうか、テレビはだってあの電力会社との、電力会社の広告も放送しなきゃいけないから、その圧力っていうわけではないんだけど、まあ電力会社の広告を
でスポンサーだからな、電力会社が金出してくれるから、あのその番組が作れてんで、お前んとこのテレビ局のテレビ局で放射能情報放送するんだったら、俺はお前んとこにスポンサーとして金制作費を下ろさねえぞって言われると、テレビ局が上がってるだろう。でもラジオ局はある程度頑張った、ラジオ局もあるんだな。頑張ったっていうか、その電力会社の圧力に屈せずに頑張った放送局もあって、それをあのコマーシャルなしで受信できたんで、倉敷のラジオ電波っていうのはな、昔はな。だけどそのいろんなラジオの電波を一気に刷新したんだよな、行政が。これやられると、あの電力会社および国の政策方針、行政の政策方針として水上にやりにくいから、お前倉敷のラジオ放送局がそういう放送を続けるんだったら、俺はお前のラジオ局に放送局としての法的なな免許を下ろさねえ、認可しねえぞって、放送することを許さねえぞって脅迫があったのか圧力があったのか知んないけど、ある時放射能情報と俺の好きなタイプの音楽がパタンと倉敷のラジオ放送、倉敷で受信できるラジオ電波からなくなっちゃったんだな。どういう背景があったのかっていうのは俺実は知ってんだけど、倉敷のレコードショップでアルバイトしてた時期があって、そこのオーナーっていうのはすごくレコードの売買で儲けてたんで、あの税金を納めなきゃいけなかった。また税金の話か。お、そうなんだよ。税金を納めなきゃいけなかったんだけど、まあ若い自分はそのレコードショップのオーナーっていうのは気骨のある人だったのかなと思ってたんだな。なぜかっていうと、税金を払うときに防衛費だけ自分で計算して、俺は防衛費分の税金は払いたくない、俺は平和主義者だから、あの防衛費にあの費用はあの税金を払うつもりはないんで、防衛費だけあの抜いて税金を納めることにしましたっていうんで、税務署とかなり揉めてたっていうか、交渉してた姿を見てたんで、ああこの人平和主義者をあの税金の面でも一貫して通してる人なんだな、俺に比べてあの金銭的にもそういう行動アクションを起こしてる人なんだなと感心してたし、その倉敷のラジオ局のコミュニティラジオの、認可を得てんだけど、未だにな、倉敷のコミュニティラジオとしてな、あの認可を得てんだけど、そのコマーシャルなしで広告なしで やってたし、そこのラジオ局の、重役でもあるんだな、常務だっけな、常務、まあ、俺が知ってる段階では常務を兼任してたのね、そのラジオ局の常務を担当してた、レコードショップのオーナー兼ね。だけどまあそういう、まあ、ラジオ局の認可を得るために仕方なく自分の税金の支払い方法も変わっちゃったのかもしんないなっていう推測は可能かなと思ったんだけど、それだけじゃなくて、俺が聞きたい音楽や俺が知りたい放射能情報もラジオで聞けなくされちゃったから、大変な状態だ、倉敷の行政の状態なのか、あのラジオ電波の状況なのかわかんないんだけど、それちょっと俺にとってはものすごく危険信号なんじゃないかと思った。で、神奈川県、東京都でもよかったんだけど、東京都の方がもっとたくさんのラジオが選べるし、あのラジコの、 あのプレミアアプリをあのダウンロードしなくてもね、ラジオ受信が可能だったんだな。可能な時代じゃん、時代だから東京都でもいいんだし、俺東京でよく東京に出稼ぎに来てたことが多かったんで、あの東京都のラジオ電波を受信した方が一番いいんじゃない、まあ、家賃のことも考えて電波のことも考えて、ジュースはよく分かってないんだけど、
日米地位協定って知ってるっていうな。神奈川県の米軍兵士がいい人ばっかりなのか、たまに悪い人がいるのかは、俺にはまだ実はよく分かってないんだけど、まあ沖縄県の米軍兵士の中で、沖縄の少女をレイプな、手ごめにしてな。で、日本の法律で裁けない地位協定っていうのがあるの。日米地位協定な。それで、まあ、沖縄の米軍兵士が一部だとは思うんだけど、米軍兵士が全員、日本人をレイプするかっていうのは、不明ではあるんだけどね。はっきりした統計っていうのは表に出てるか、それを報道で言うか言わないかっていうのは、実はよく分かってないんだけど、山本君沖縄のためにやってんのとか、俺日本人だから日本のためにやってんじゃないのっていう、じゃない、沖縄だけのためにやってる、沖縄の縄張りのためだけに俺、沖縄のジュース飲んでるかっていう、俺日本で生活して日本で選挙権持ってるから、選挙権も持ってるし、ラジオ受信権を視聴したい、ラジオの情報を知りたいっていう権利を俺ファーストとしてな、自分が一番大切にされるとこが大事なんで、まあいろんな条件が噛み合うというか、まあ合うところってどこがいいんだろう、まあ東京に出ようと思えば1時間ちょっとぐらいで電車で行けるしね、人身事故さえなければ、電車ちょっと乗り換えれば東京までたやすく出れるし、まあ首都圏のベッドタウンでもあるし、東京都知事の小池百合子さん、ルックス俺は個人的に可愛いなと思うんだけど、ルックスだけで用が足りるんだったら別に浅田美代子さんで十分じゃんっていうな別に小池都知事のルックスのためだけに東京都いる必要あるのっていうことだからそうだよね、小池都知事の政治内容に対して俺別に賛同してるかっていうと、そんなことなさそうだぜっていうなだから俺見た目はおばちゃん姉ちゃん可愛いなまあ俺にまあ普通の若い世代から見ればまあ綺麗なおばちゃんだなっていうぐらいで、まあ浅田美代子さんでも用が足りる、見た目で用が足りるんだったら浅田美代子さんでいいんじゃないのっていう浅田美代子さんどこの人かは知らないんだけど、まあ見た目だけの用事ならね、ルックオブラブだよ見た目だけ、目が潤えばいいの君の生活っていうことじゃん。だから俺の危険信号としてラジオが音楽と放射能情報、それが受信不可能になったんで、あ、俺ちょっと危険な状態にあるんだ、俺がこの倉敷って町にいると、もしかして倉敷にいるととんでもないひどい目に遭うとは断言はできないけど、とんでもないひどい目に遭ってるのと同じこととも受け止められるなと思った、危険信号だなと思った。神奈川県はいいとこも悪いとこもひっくるめて、まだラジオの情報が、ラジオの選択肢もあるし音楽の選択肢もある。俺音楽が特に音楽ファーストっていうか音楽第一に考えるんで、自分の聴きたくない音楽を無理やり聴こうとは思ってないし、自分の聴きたい音楽だけ聴かなきゃいけないと、聴きたいんだったらお金出して聴くだろうし、ラジオで自然に流れてくる音楽の中でいろんな選択肢があるラジオ電波でね、そういう地域がすごくいいんだろうな、もしかして俺にとって住みやすいんじゃないの。例えば神奈川県の政治がどうこうということはまだ把握しきれてないし、神奈川県に住んでる人たちがどういう政治的スタンスとかそんなこと気にするのかしないのか、自分の生活と照らし合わせてこの政治家なら自分のことを考えてくれるとかっていうこともまあ地域によってあるんだろうな。鎌倉とか横浜市とか川崎市とか神奈川県内でもな、横須賀市とかな、
まあ俺はラジオ電波が選択肢がまあ容易に可能な地域で、しかも家賃が安くて、まあ音楽好きの若者、まあ年寄りもいるんだけど、熟年世代もいるし、まあ音楽が愛されている町だし、たくさんの外国人、米軍兵士以外でもね、米軍兵士の中にもいい人もいるだろうし、ジェントルな人もいるだろうし、ものすごく悪徳な人もいるかもしれないし、わがままな自分勝手な人もいるだろうし、それはまだ全部は把握してないし、米軍兵士以外の外国人もたくさんいるらしいっていう町だなと思ったんで、神奈川県の横須賀市をアパートを借りることを選んだんだよな。まあどのくらい住みやすいところなのかっていうのは俺はまだよく分かってないし、多分いい町じゃないのかな。俺みたいなよそ者が簡単に引っ越してきやすかったからね。まだ住民票を移してないんだけど、6月以降なのかな、マイナンバーカードっていうか、デジタル庁が推進してるね、あれが義務付けられて、国民が強制的にそれを所持しなければいけなくなった場合は、神奈川県横須賀市なのか、他の神奈川県なのか、他の町の東京都に移り住むか、まだ未定なんだけど、とりあえず長く住めそうだなと思ってんだよね、横須賀市って町はね。小泉純一郎元総理大臣の実家っていうか、その邸宅があるよって、横須賀市の若者の車に乗った時に、あ、ここが小泉首相、元首相の家だよとか言ってね、教えてくれたんだけど、まあ家なんだなあるんだな、町の人に愛されてんのか愛されてないのか、多分総理大臣になるぐらい投票した人が多いってことは、神奈川県の横須賀市の人たちのために働いてる人なんだろうなとは思うんだけど、まあ俺の政治スタンスにものすごくそぐう政治をしてた人なのかどうかっていうのは実は不明、まだよく分かってないし、俺の生活にどうなんだろう。多分よそ者の俺が引っ越してこれるってことは、小泉純一郎元首相と関係があったかなかったかは別して、神奈川県横須賀市ってとこはよそ者を受け入れるのに結構優しい町なのかなと思って、ああそういう町って俺にとってはものすごくありがたい町だなと感じているし、今現在の状況ですっていうね、そういう状況。倉敷のラジオを聞いてる時点で俺は危険信号、俺自身の俺ファースト、俺のセルフィッシュ、わがままな自分が満足してなかったらな、他人なんか満足できないだろうっていうな。自分が満足してないのに他人のためだけに頑張るのっていうことだから、そういうこと。ジュースだけのためならどこに行くかとかな、お前ウィードが好きだから、ウィード、未亡人が好きなの、それとも雑草のウィード、わかんない、どっちのウィードのこと言ってんだよっていう。まあ未亡人も好きだし雑草も好きなんで、ウィドも好きなんだけど、ウィドファーストかどうかっていうことよりも音楽ファーストなんだ。音楽、ウィドのいくらいいところ、ウィドがいくら簡単に手に入るっていうか、その未亡人と いつでも遊べる場所ならどこでもいいのかってことになると、どの町、他の町の可能性もあるんだろうけど、ラジオ電波で自分が好きな音楽を選ぶチャンスがあるかとか、そういう危険はまだこの町にいたんじゃ危険な目に遭いそうにないんじゃないかっていうことファーストで住んでいます。まだ12月の末からだから2ヶ月ぐらいしかいないのかな。そんな状態、どのくらい横須賀市のこと分かってんのって言われると、実はまだぼちぼちしか分かってないし、僕そんなにお金持ちじゃないんで、お金を支払いつつ神奈川県の状況を知るためには
あのカナロコっていう地方の神奈川県の新聞をたまに目を通すぐらいで、電子版をね、しかもしかないなっていう状況です。はい。